Alright, this is it. So, the time has come for me to jump right into the end of Panacone arc. So, for those of you guys who are watching on YouTube, I'm please bump up the quality as much as possible because this video will be rendered in 4K. Hopefully, it looks good. And without further ado, let's jump right into the conclusion, or should I say the end of Panacone arc. Guess I'll just open the navigation. Second floor. Sun's frying your butt, what the hell? 大丈夫？うちの声は聞こえる？部屋の中から全然物音がしないから、すごい心配したんだからね。Whoa, this conversation is such deja vu. 何言ってんの？もうちゃんと起きて。秩序の夢は終わったんだから。一日経ったけど、思い返すと今でも冷や汗が出てくる。危うく列車の開拓がこのピノコニーで終わるところだったんだから。そんな時にグースか寝てられるなんて、あんたって余裕あるよね。うちなんか若干トラウマになっちゃって、昨日は眠ったら二度と起きれないんじゃないかって目を閉じることすら怖かったのに。You have dark circle under your eyes. うちは生まれつきの美人だからクマなんてできません。 Right. そういえば、あんたが寝てる間に性格の封印は終わったよ。ピノコニーの人たちは何が起こったのか知らないまま、ただ少し記憶がぼんやりしてるなって感じるだけ。まるで記憶の一部が誰かに抜き取られたみたいにね。あと調和セレモニーについてだけど、表向きには未知なる性格の災いに見舞われたため中止せざるを得なくなったってファミリーが声明を出したんだ。秩序のことを公にするわけにはいかないからね。今はオーク系以外が事件の影響を抑え込むために頑張ってるの。列車組も呼ばれてて、これからファミリーの貴重席号で開かれる重要な会談に証人として出席する予定なんだ。あとはあんただけだから、早く支度して。準備ができたら出発しよう。Talk to Marsh 7 and get ready to set up. Gotcha. あれだけのことがあった後だと、平和な現実が一番だって感じるね。オッケー。乗船までまだ少し時間があるから、先にバーナイトメアに行ってみんなと合流しよう。Meanwhile? This is definitely meanwhile. Loading's a little...I won't be surprised that this story quest will consist of three point of views, just like how 2.1 did and 2.2 did. Where. Hold up. Where will. Oh! Firefly. あなたが想像してた無境とは一致してる？その質問、ここに来たばかりの時もしてきたよね。うん、
確かあの時の答えはノーだった。でもいろいろなことが起こった今、あなたは結構それを気に入ってるように思える。それでもやっぱり忠告しておく。あなたはまだハウンド家の指名手配リストに載ってるから、あまり目立たない方がいい。 OK。 これまでと違って今回写真に写ってるのはサムじゃなくてホタルだしね。なかなか珍しい体験なんじゃない？そうだね。カフカの言葉を借りれば、これも私の人生の欠けてる部分なのかも。でも自由に行動できないのは不便だな。銀の手を貸してくれない？そう来ると思った。安心して、もう手は打ってあるから。システムをハッキングして全ての痕跡を消したんだ。ナイス。でも目立つことはしないように。ホタルのことを知ってる警備員に近づくのもダメ。それだけ守れば誰もあなたのことは気にしない。行きたいところに行けるから。ありがとう。どういたしまして、サミュエルさん。サミュエル。この偽名結構好きかも。Right. ピノコニーでの任務は終わったわけだけど、この後の自由時間は何する予定なの？天才クラブの人たちも来てるらしいから、一緒にちょっと大きなことでもしてみる？知ってると思うけど、私の脚本はまだ終わってないの。 What? Her script is not over yet. 私があなたをここに送り返したのはそんなことをさせるためじゃないんだけど。安心して、脚本には宴の星が3回の死を与えるってことの他に、ここで忘れられない収穫を得るとも書かれてるから。Unforgettable reward. やってみなくちゃわからない。結果が出るまで可能性は無数に存在する。そうでしょ、あなた。自分の悪い癖に気づいてないんだね。疑問形を使うのはいつも心の中で答えが決まっている時。そういう時は他人が何を言おうと絶対に聞き入れないんだから。わかった。じゃあカフカからの伝言を伝えとく。ピノコニーで何かいいものを見つけたら私の分もよろしくね。私のカードを使って構わないから。暗証番号は知ってるでしょ？だって具体的なことは言ってなかったけど、多分ドレスかコート、あるいはサングラスとかだと思う。こういうのはホタルの方が詳しいでしょ。あなたたちいつもファッションの話してるし。了解。忘れないようにするね。オーディショッピングセンターなら選択肢も多いし。あ、ねえ、カフカって綺麗なアクセサリーとか気に入ってくれると思う？例えばヘアアクセとかブローチとか。そういうのってもっと若い子向けだと思うけど、買うなら自分のために買ったら。あとジンが Silver Wolf calling Firefly young girl concerning the fact of her Firefly's real age which I will not mention at any time at all. Just freaking Google it. きっと親切心で言ってくれてるんだよね。心配しないで、銀の。私のことは分かってるでしょ。私は何もしない。ただ自分の足で歩き回ってもっとこの世界を感じたいだけ。あ、オークロールを買いに行こうかな。Of course. ピノコリに着いた日から毎日一つ食べてたんだ。今日は二つ買うから、一つは銀狼にあげる。君が気に入らなかったら私は2倍おいしい思いができるしね。あるいはカフカに持って行ってあげてもいいかも。彼女は拒んだりしないから。あ、それかジンにあげようかな。なんだかんだで喜んでくれそう。
もちろん脚本にはこんなこと書かれてない。でもね、私はもう自分で運命に新しい注釈を加えたの。Wait, what? We're switching to Topaz's point of view? What? I was expecting Jade's point of view though, but... お疲れ様です、トパーズ総監。ファミリーの代表は今も中で準備を進めておりまして、ビッグボスもまだ到着しておりませんので、会談が始まるまでもう少しかかるかと思います。へえ、この見栄えの良さ。But this is unexpected. ファミリーは本当に表面的なところに力を入れてるんだ。てっきりもっと控えめでフォーマルな場所を選ぶかと思ってたのに、まさか豪華な飛行艇にするなんてね。I was expecting we'd be getting Jade's POV. But it turns out we'll be getting Topaz's point of view. この貴重石号はルーシャンティの資産だそうです。カンパニーとファミリーの今回の会談はピノコニーの将来の発展に直接影響を与えるもの。本来ならこれほど重要な議題は、そうそう、朝露の時で秘密裏に会議を開いて話し合われるべきです。しかしこの雰囲気は、どう見ても深刻そうではありません。多分今回の会談はただの前菜なんじゃないかな。企画した人が誰であれ、カンパニーの意図を事前に探ろうとしてるんだと思う。その大物は自分なりの野心があって、前もって私たちと何らかの合意に達したいと思ってるのか、もしくはこっちを威嚇してひるませようとしてるのか、そのどちらかだろうね。おお、さすがはトパーズ総監、冴えていらっしゃる。ではビッグボスがお見えになったら、相手が罠を仕掛けていないか注意してみるようにお伝えください。ビッグボス as in Jade。ご親切にどうも。でも、あの人には必要はないと思うよ。彼女と交渉のテーブルに着くときに気をつけなきゃいけないのは、いつも他の人だもん。チームのみんなに伝えて。交渉のことは心配しなくていいから、自分の職務を全うしなさいって。え？ああ、かしこまりました。すぐに伝えます。あ、そうだ、もう一つ、ジェードさんの前でビッグボスって呼ばない方がいいよ。冗談抜きで命がなくなるから。承知しました。ご忠告ありがとうございます。 POV スイッチ。Topaz, the aviator? Wait, what? あの時はここで転んじゃったんだ。頭を思いっきり地面に叩きつけるように。Oh, man. Nope, not gonna happen. Never mind, let's just focus on the main objective, for now. ないし、階段が始まるまでもう少しかかりそう。この辺は賑やかだな。先に少し見て回ろうと。Kill time while waiting for the meeting with the family spec to begin.What? Whoa, whoa, whoa! Look back. Nambi! Wait. More treasure. Fine, fine, fine.
Hurry up. Hurry up with that treasure hunting already. Let me guess, it's right over here, isn't it? Any more treasure hunting, Nambe? If not, let's proceed with the freaking main quest already. Konnichiwa. How are you? Konnichiwa.この貴重石号について教えてもらえる？あなたはカンパニー戦略投資部の代表の方ですね。もちろん構いませんよ。喜んでお答えします。貴重石号のオーナーはルーサン家の当主オーディ・アルファルファ様です。一琥珀期前、オーディ様は大金をつぎ込んでこの豪華な飛行艇を作りました。それ以来、貴重石号は一度も止まることなく、無境の12の時を巡り続けています。An Ember Era? And one Ember Era is equivalent to how many years? 通りで船内の装飾が豪華なわけだ。ええ、オーディ様のセンスは火の打ち所がありません。ルーサン家の招待を受けて、貴重石号に乗ることができるのは、宇宙でも一握りのVIPだけなんですよ。説明を続けますね。貴重石号はピノコニーの夢の大海原を一琥珀期もの間旅していました。しかし先日起こった騒動により航行の一時中断を余儀なくされてしまったのです。騒動？ずいぶんかしこまった言い方するんだね。当たり障りのない感じっていうか。ごめんなさい、続けて。先日美しい夢で起きた騒動のせいで貴重石号は一時的に航行の中断を余儀なくされました。現在無境を乱していた不安定要素は排除されましたが、その特別な理由によりピノコニー大劇場で開催される予定だった調和セレモニーは一時延期せざるを得なくなってしまって、そこでオーディ様は調和セレモニーの会場を貴重石号に移して、その機会に貴重石号の再出航を発表しようと提案されたのです。ファミリーの緊急事態に対処しながら自分の影響力も強められる、まさに一石二鳥。さすが伝説の大物だね。説明してくれてありがとう。じゃあ私はこれで。Oops, sorry. Let's talk with this guy. ボタンがこんなにたくさん。一つずつ押してたらどんだけかかるの？スパークル！回収するなんて。ハンドのジェズベル。なかなかやるじゃん。Disguising as the family's guy. あれ？これは。危険ですので、そのボタンから離れてください。危険？このボタンみたいなのって、そんなにすごいものなの？そういうわけではありませんが、実は最近、美しい夢の中で悪さをする者がいまして、出会う人すべてに奇妙なボタン装置を渡しているんです。当事者たちの話によると、そいつはこのボタンを押せば、ピノコニーが吹き飛ぶと言っていたそうで、幸い犯人の言葉を信じる人はいなかったのですが、念のためハウンド家がこのボタンを回収しているんですよ。 Even the hounds got the copy yet? その犯人は？ハウンドはまだ犯人を捕まえてないの？はい、そいつの能力は大したものだと言わざるを得ないものでして、あ、ですがハウンド家は簡単に諦めたりはしません。無境の秩序を破壊する悪人には必ずや厳しい罰を下します。とにかくこちらのボタンはファミリーが速やかに処分しますので、近寄らないようにしてくださいね。 Right,
This Jezebel. Whatever. カーブ、お腹空いたの？夢の中の食べ物。きっと味は悪くないよね。Wait. Does that mean she's already in the dream world?Toss an oat cake roll to Nambi. Alright. You know what? I'll let Nambi have a taste of Firefly's favorite dish. Kabu, 受け取って。What?あれ、口に合わなかった？ごめんごめん。現実の世界に戻ったら、美味しいもの食べに連れて行ってあげるから。Well, ね。It looks like Nambi... Now what? もしもし。また人材奨励部？内部監査？一体いつまでやるつもり？今は大事なプロジェクトを抱えてて、君たちの相手をしてる暇はないの。やり色な案件なら、私の処理方法はちゃんと上層部の決議を経てる。プロジェクトのログと通話記録は全部残ってるから、そっちで調べてみたら。本当に理解できない。君たち、この小さな案件に固執して、ずっと大げさに騒ぎ続けてるよね。それは一体どんな魂胆があるからなの？うんざりする会話なら、そのまま切っちゃえばいいじゃない？あのプロジェクトなら、うまく処理したと思うわ。氷の星で請求列車に人情を見る。部門にとってはいい商売だった。久しぶりね。エレーナちゃん、ずっと一緒に仕事したかったの。それがこんなに早く叶うなんて。ボーイ、何かトラブル？ウェイ、何でも言って。昔のようにね。 FYI、 ジェイドさん、お久しぶりですね。あなたと一緒に仕事ができるなんて光栄です。相変わらず堅苦しいのね。上下関係なんて抜きにして、ただの同僚だと思ってちょうだい。余計な敬称は省いていいわ。例えばさんとか。すみませんが、しばらくは無理かと。何しろあなたは私の先輩ですから。でも今の私たちは同じ銃の赤心よ、トパーズ。あなたにはベストを尽くしてもらいたいの。次の交渉ではミスは許されないから。鋭いあなたのことだから、今回の会談の本当の狙いもとっくに見抜いてるんでしょ？これはおそらくオーディが独断で進めたことですね。カンパニーとピノコニーの正式な会談の前に真偽を探ろうとしているんでしょう。正解。でもその方が都合がいいの。なぜだかわかる？もし事前にオーディと何らかの合意に達して相手の譲れないラインを探ることができれば、今後の交渉をスムーズに運べるから。これが表面的な理由ですね。ええ。そして大きな声では言えないもう一つの理由は、ルーサン家の当主の行動を通じてあるシグナルを捉えることができるということ。五大クランといえど、調和の歌で歌われているほど一枚岩ではないかもしれないというね。Okay. 調和の影響が骨の髄まで浸透していない限り、個人の欲望は常に存在する。幸い少なくともピノコニーには完全に私利私欲がないほど高い音階の大物はいないわ。影に日向に争っているカンパニーと同じように、
五大クランの一つにまとまった心とやらも夢の主が失脚した今単なるスローガンに過ぎない。オーク家が失脚した後、オーディ一派はピノコに最大の勢力となりました。継承順位だけで考えても彼は現在の当主の中で最も長く在任している経験豊富な人物です。そう、だからこれからの会談は事前に話し合った戦略に沿って進める必要がある。チェスを指すように一手ごとに状況を見極めながらね。はい、交渉の3ステップはまず聞く、次に探る、そして最後に力を見せつける。あなたから教わったことです。ちゃんと覚えてるじゃない。でもヤリーロの件ではその順序を変えたみたいだけどそれについては個人的な理解ってやつです。ご歓談中に失礼いたします。当初の準備が整いまして、戦略投資部の代表の方とお会いになりたいとのことです。さあお仕事の時間よ。気合を入れてそのお偉い脇役に会いに行きましょう。私たちの目的はカンパニーがピノコニーに進出するための機会を作ること。それを忘れないで。突破口はアベンチュリンが開いてくれた。私たちはそれを大きくすればいいの。Alright, so let's meet up with the family's representative. Ha ha ha! 知的で美しいレディたち、私の貴重席号へようこそ。さあさあおかけになってください。じっくりと話し合おうではありませんか。 Alright. Oh, and by the way, FYI, Jade right over here, her voice actors shares the same voice actors as Mayu Ramius from Gundam Seed. And she's also the voice actress for Sailor Moon. Thank you. 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 Thank you.何しろあなたは一人でピノコニーの経済システムを支えるレジェンドですから。さすがは戦略投資部の銃の責任。お二人とも話術に長けているようだ。私は賢い人と話すのが好きでしてね。形式的なことや表面的なことは省いて早速本題に入りましょう。今回こうしてカンパニーの代表を船に招いたわけですが、私が何について話し合いたいのか、お二人も見当がついているのではありませんか。ピノコニーの未来。私の推測が間違っていなければそれについて話し合いたいのでしょう。はっはっは、いかにも。一発で当ててみせましたな。シンプルな言葉ではありますが、そこには複雑に絡み合う利害関係がある。ここに来なかった金髪の若者を例にとってみましょうか。彼は大変な労力を費やして自らの命すら危険にさらしました。一体何のために。それはカンパニーがアスデナといううまみのある場所を再び手に入れるきっかけを作るためではないのですか。ビジネス界で十五白期にもわたって積み上げてきた経験と知恵は
やはり本物ですね。オーディさん、あなたの今の推測が真実だとして、そのカンパニーの一手にどのように対応されるおつもりで？あなたは素晴らしく肝が据わっていますな、ジェイドさん。さぞや多くの場数を踏んできたのでしょう。しかしピノコニーのことはまだ十分に理解されていないようだ。貪欲な狼たちを前に座して死を待つつもりはありませんぞ。どうぞ続けてください。では単刀直入に言いましょう。今回正式な会談の前にお二人と会うことにしたのは、ピノコニーをきっぱり諦めるよう戦略投資部を説得するためです。ここで手を引けばあなたたちも対面を保てる。そして大きな交渉のテーブルでカンパニーの面目を失うこともない。 Why? P45 の幹部が無境の中で襲撃され命を落としかけた以上、カンパニーとしてはそれを見過ごすことはできません。さらに調和セレモニー期間中の騒動、一般人のピノコニーに対する信用はかつてないほどまでに下がっています。あなたがいくら強硬な姿勢を取ろうと、現実的な問題は依然として存在している。違いますか？トーパーズさん、今現実的な問題という言葉を使われましたが、忘れないでいただきたい。ここは夢の世界だということ。ここで成功を収めるには壮大なアイデアを持ち、野心的でなければならないのです。この危機に私がどう対処するか知りたいですか？構いません、教えて差し上げましょう。ピノコニーは私の手によって大きな一歩を踏み出す。さあ、宇宙で自主上場するのです。自主上場？ Wait, what does that mean? それはつまり、カンパニーを介さずに全宇宙に向けて株式公開するということですか？その通り。ピノコニーが少しずつ蝕まれていく様子を黙って見ているくらいなら、美しい夢の扉を全宇宙に向けて開放した方がマシですから。この銀河にいる志ある者は今日から誰でも夢の地の株主になれる。これが私の貫く調和の道なのです。この改革はもっと早くに行われるべきだったのですが、秩序にとらわれた大久家は融通が効かなくてね。その名の通り、木のように硬直した彼らの思考は私のような老いぼれにも及びません。ですが先日のちょっとした騒動のおかげで、私の改革を阻んでいた最大の障害も消え去りました。ルーサン家は美しい夢の楽園の決算書を全宇宙に公開します。たとえ災いを経験しても、ピノコニーは依然としてポテンシャルとチャンスに満ちている。そしてファミリーも未来に自信を持っていますから。ピンチはチャンスでもある。あなたはずっと待っていたのですね。ピノコニーが再び人々の注目の的になるその時を。この機会を利用してピノコニーが難局を乗り越えられたとしたら、後からカンパニーが介入しようとしたところで、私たちの一挙手一投足は多くの人の目にさらされることになる。は
ジェイドさん、あなたは本当に私の伝記を熟読しているようだ。では、次の一手はどうすればいいのか、よく考えてみてください。ここまで膨大な情報となると、消化するのにも少し時間がかかりますね。オーディさん、会談の前半戦はここまでにしましょう。少しの間、トパーズと二人で協議させてください。その後改めてカンパニーを代表して返答させていただければと思います。はっ。もちろん構いませんとも。どうぞご自由になさってください。Jay and Topaz are gonna have a private conversation. Jumping right back to the Trailblazers point of view already? But that's unexpected. ルーサン家がカンパニーと会談を。あのカンパニーの使者からの情報だ。彼は形式的なものだと言っていた。まあ無理もないだろう。今のピノコニーはかつての辺境の監獄のようだからな。外では民衆や銀河の勢力が虎視眈々と狙っていて、内では秩序の影が水面下でうごめいている。腹背に敵を抱えるよりも一歩引いてカンパニーを交渉のテーブルに招いた方がいい。表向きは協力としているが、実際には自分たちが生き残るためのチャンスを求めているんだ。請求列車に仲裁を頼んでくるのも納得だな。ベルトさんの考えでは、俺たちはどちらの側に立つべきだと思う？俺は調和が完全なる被害者だとは思わない。どんな理由であれ、彼らは事態を静かに収束させたいと強く願っている。それを考えると、その理由には何か裏があるのではと疑わざるを得ない。ファミリーかカンパニーのどちらかが完全にピノコニーの実権を握ることになれば、ここはまた道楽にまみれた美しい夢に戻るだろう。そうなれば過去の七死人の努力はまたしても水の泡になってしまう。ああ、来たか。よく休めたか。ぐっすり寝ていたから邪魔しないでおいたぞ。Please continue the topic. エナの夢がついえた後、モントール星系にいるファミリーが風の噂を聞きつけて現れ、すぐに現場をコントロール下に置いたんだ。オーク家のほとんどのメンバーは意識を失ったが、幸い命に別状はなかった。すべての陰謀の首謀者は全夢の主のゴフェルとされていたが、俺たちが到着した時には彼はすでに亡くなっていた。はあ、huh. Okay. And here comes the most important question that I'm pretty sure a lot of people are going to ask. What about Sunday? 彼には裁判が待っている。それ以上のことはファミリーも明かそうとしない。Oh, he's alive.But he will face a trial. Molly's gonna be happy when she hears this. She hears this.彼らは途方に暮れると目を覚まして、危険が去るとまた夢の中に戻るんだよ。開拓の輝きを3倍あんたたちに敬意を表してね。 Hello again. また会えて嬉しいよ。でも再会の後にはお別れが待ってるかもしれない。 Why is that? 請求列車はいつピノコニーを離れる予定なの？ Oh, right.もうしばらくはいるつもりだ。まあそれほど長くはならないだろうが。じゃあこれが最後のお別れになるかもしれないってこと？だとしたら何か物足りない感じがする。音楽？雰囲気？ああ、
特別なカクテルかも。この場にいない人たちに捧げるためのね。うん、このカクテルは荘厳で厳粛で、それでいて唯一無二であるべきだ。だってあの英雄たちを記念するためのものなんだから。地下に眠る七死人、そしてギャラガーを。 And this confirms that Gallagher is no more. Alright, let me just switch to Michael Jackson first.今回の開拓の旅は危険が多かったが、とても思い出深いものとなった。理想と執着、覚醒と夢、そこから未来のための教訓を汲み取れるといいんだが。 Alright, so let's take this topic. What will happen to Sunday, Robin? 大地を思う鳥と空に憧れる鳥。ロビンさんは兄の願いを自らの手で阻止したが、彼を見捨てることはないだろう。だが調和による懲罰は避けられない。彼を待ち受けているのは裁判だ。詳細についてはファミリーも多くを明かそうとはしない。 Yep, and this testifies that Sunday is alive and he will face a trial for all the things that he has done all this while. ファミリーがピノコニーに地盤を築いて以来、秩序の残党はずっとオーク家を隠れ蓑として潜伏していた。そして性格の力を使って美しい夢への支配を強め続け、最終的に大きな災いを招くことになった。それがファミリーの言い分だ。まあファミリーが本当に最初から最後まで何も知らなかったかどうかについてはまた別の問題だが。 That's your answer.So, did the IPC make a move? アベンチュリンさんのしたことは、結果としてカンパニーが交渉のテーブルにつく権利を得ることにつながった。だから今、さらに高い役職の使者がピノコニーを訪れ、ファミリーと争っている。ピノコニーが昔と同じ鉄を踏まないようにするためにも、カンパニーは請求列車にとって、交渉のテーブルでは欠かせない助っ人になるだろう。What happened to you in Anna's dream, by the way? 信じられないかもしれないが、果てしない夢の中で、俺は故郷に戻り、ずっと離れ離れになっていた友人と再会することができたんだ。そして、いくつかの特殊な理由で、ヨミさんを思い出した。Huh. その後、自分の記憶に彼女の結末が残っていないことに気づいて、俺は辛い事実を悟った。I wonder if the fourth question is a reference to Honkai Impact 3. Feel free to comment down below. 旅が終わりに近づくと、いつも少し寂しくなる。俺たちにできるのは、できるだけハッピーエンドに近い結末に導くことだけだ。Is much around here? No, I believe it's. Hold on. Let's see if he may go or much is around here. Oh, much is over here after all. So, yeah, ここに来る途中で変なことがあったんだ。普通に道を歩いてたら、いきなり誰かに妙なプレゼントを渡されたの。Oh, please not tell me it's sparkle. 開けてみたらボタンが入ってて、裏にこれを押せばピノコニーが吹き飛ぶって書かれてたんだよね。怖くない？あれ何だったんだろう。 Yep, it's that Jezebel without shovel now. 押すわけないじゃん。誰が押すの？振り返ったら、もうその人はいなくてさ。仕方ないからハウンドに届けたの。そこで聞いたんだけど、実は調和セレモニーが始まる前から似たような報告が結構な数上がってるんだって。
So that, that Jezebel was here. Yokonin の未来が心配になってきた。That Jezebel was here. Wonder what does she want? Let's get the hell. Yeah, by the way, where's Hibiko? 開拓の旅で乗客全員が一緒に列車から降りることは滅多にないが、ピノコニーにはそうするだけの意味があったな。車掌がいるからしばらくは問題ない。だが早く戻って七死人たちの消息を伝えてやった方がいいだろう。 So what happened to you in Anna's dream? 列車が次々と無数の駅をたどっていく夢を見た。乗車してくる者もいれば去っていく者もいたが、俺たち5人はずっと一緒で、その旅は永遠に終わらないように思えた。それが俺の心の奥底にある願いなのかもしれない。そう自覚した時、それが現実ではないことが分かったんだ。 Is the order incident in Penacuni a unique case? アーカイブには関連する記録がないから、これは俺の推測だが、秩序のリスクは最初から調和の中に潜んでいた。それがファミリー内部の問題だったんだろう。しかし今その秘密は宇宙の多くの勢力が知るところとなった。銀河の情勢はますます複雑になるだろうな。前に言ったように開拓の旅は先が長い。準備が整ったら次の駅に向かおう。Right. Okay, I think I pretty much talked to every single member of the crew. Let's talk to Siobhan. Cocktail の準備はできた？ Okay. I think I pretty much know what happened to Gallagher, but let's ask Siobhan to double confirm. さあ、この前店で会ったきり。ギャラガーには会ってないんだ。思い返してみると、彼はいつもひっそりとやってきて、ひっそりと帰っていってたんだよね。このカウンターで私たちはどんなことでも話した。でもギャラガーがドアから出ていくとき、自分は彼のことを何も知らないことに気づかされるんだ。それほど謎の多い人だったのさ。ただ今は少し予感がするんだ。もしかしたら彼はもう自分の願いを果たしてここには戻ってこないんじゃないかって。That's an indirect of saying that Gallagher does not exist anymore. 始める前にあんたの仲間と話してきたら、どうせ私たちにはたっぷり時間があるんだから。ねえ。そう？じゃあ、あんたの言う通りにしようか。作るドリンクについてはだいたい考えてあるの。苦いのにするか、甘いのにするか。今この瞬間のあんたの気分には、どっちの味の方が合ってるかな。溺れる甘さ。作るのが難しいカクテルの一つ。材料の比率を少しでも間違えると、すごく甘ったるくなっちゃうの。逆に正しい比率で材料を配合できれば、唯一無二の甘さといつまでも続く後味が楽しめるんだ。悪くない選択だね。早速作るとしようか。 So Alright.Mini wine glass. Next, select less ice. Two dream gems. And one sweet milk cream. Next, origami bird. Complete mixed.
言葉はいつも物足りない。もし過去の出来事に終止符を打ちたいなら、このバーでカクテルを作るのが一番いい方法だよ。すべての思い出と感情を一緒に注ぎ、よく混ぜ合わせ、時間のフィルターに通すと、グラスの中に残るのは味わい深いものだけになるの。よし、できた。地下に眠る七死人たち、そして私の友人ギャラガーに敬意を表して、自由の精神は遠く離れた星々まで伝わり、その余韻は牧歌よりも味わい深いものになる。外の世界に受け入れられなかったからこそ、私たちはここに集まった。いつの日か私たちの魂が同じ場所に帰ることを願って。乾杯。乾杯。OK guys, let's make our way to Radiant Feldspar. I'll wrap things up soon. Let's meet at the F pool in the stern. Wait, I'll lead the charge. もう行くの？じゃあこれも持って行って。あ、この最後のドリンクは特別に多めに作ったの。過去は煙のように消えるけど、これでピノコニーの味を思い出してくれたら嬉しい。ありがとう。きっと忘れられない味になるだろう。もしギャラガーに会えたら、彼にも一杯飲ませてやって。あの人の好みにも合わせてるから、きっと気に入ると思う。We will. さあ、おしゃべりはここまで。あんたたちにはまだ仕事があるんだから、これ以上悲しい空気にはしないように。請求列車もピノコニーも、これから長い道のりが待ってるんだから、気を引き締めていかないと。さあ、それぞれの明日に向かって進んでいこう。Aye. And now we're switching back to Jade's Odi. Point of view. 厄介ですね。ピノコニー存亡の危機にまさか上場という手を使ってくるとは思いませんでした。ええ、なかなか度胸があるわね。だからこそ今日のオーディアルファルファになれたんでしょうけど。でも勝利の天秤はまだどちらにも傾いていないわ。どんなに大きな声で叫んだところで、声そのものに重さはないから。トパーズ、あなたに頼んでおいた電話の件、あれから何か進展はある？はい、あちらは承諾してくれました。ただ到着にはもう少し時間がかかるそうです。その方が好都合だわ。アメーバ、無知の後に出すべきだもの。今回は強姦理論の段階が省略されそうですね。貪欲な商人が相手なんだから仕方ないでしょ。半端な味のリンゴじゃ問題は解決できない。この言葉は私にも当てはまるかもしれないわね。ところで少し気になってたんだけど、トパーズ、あなたから見てピノコニーは優良な資産だと思う？信用力と利益率が高く将来性もある。今回の災いを経てもピノコニーは依然として銀河でトップクラスの優良資産です。その点に疑いの余地はありません。ええ、そうね。でもあなたの感覚からしたら、このプロジェクトは少し退屈かと思ったんだけど、違ったかしら？そうですね。アベンチュリンが私を引き込まなければここには来なかったかもしれません。
あなたは彼を信頼しているものね。私たちにとっては命にも等しい奇跡を彼に託して賭けに出るくらいには。それはジェイドさんも同じでしょ。私たちがコールしなかったら、あなたの翡翠をあれほど順調にピノコニーに持ち込むことも、美しい夢の欲望を収め交渉のチップを勝ち取ることもできなかった。だから私も喜んで自分の王玉を差し出したんです。本当に凄まじい計画でしたね。アベンチュリンが心を決めた以上、誰にも止めることはできない。たとえ運命だろうとね。少なくとも彼は今も生きている。それだけでこれは最善の結果と言えるでしょう。少し話が脱線してしまいましたね。ジェイドさん、私たちは今後の戦略について話し合うべきなのでは？その必要はないわ。中には私一人で入るから。あなたはゲストを迎えに行って、そのまま私の指示を待っていてちょうだい。わかりました。あれはロビンさん。彼女も貴重席群にいたのね。Before we say hi to Robin, Mike, here, have a good look at Jade, by the way. Man, I gotta say, Jade is sexy AF. Like, holy moly, man. Let's see her idol animation.She's using her lipstick to sign a contract. 買い戻せないでしょうね。 Neat. Right. Let's say hi to me, to Robin. こんにちは、ロビンさん。ここであなたに会えるとは思わなかったわ。ジェイドさん、こんにちは。調和セレモニーの開会式が貴重石号で行われることになったから、少し早めに来て準備をしていたの。あなたは？オーディさんとは話せた？ちょうど今から会いに行くところなの。ロビンさん、あなたは彼のことをよく知ってるかしら？残念ながら私は会ったことがないの。ただゴーク家の前当主から少しだけ評判を聞いたことがあるわ。オーディさんは素晴らしい商人だけれど、それ以外のところは何とも言えない人だって。じゃああなたは宴の星の未来はどうなると思う？一度は止まった貴重石号が再び出航するのと同じように、私は美しい夢が生まれ変わることを信じているわ。調和は新しい方向性を見つける必要がある。過去と決別しなければ私たちは明日に向かって進めないもの。永遠の盟友も永遠の敵もいない。この取引からお互いに望むものを得られるよう願っているわ。私もあなたの歌を楽しみにしているわ。セレモニーで会えたらいいわね。ええ、ジェイドさん、また会いましょう。My apologies, because I had to grab my fully charged phone, and as you can see right now it's 10:58. Now then.Is it okay if I have a good... Since it is an open space right over here, right? Is it okay if I have a look at the attack animation? From the side view?
she uses a whip. Hop. She freaking uses a whip to attack. What about her skill? いい子にしてね。Okay, from the top, from the top. いい子にしてね。Huh. Okay. Alright. Oh, treasures. 大した価値はなさそうね。I just roam around a little bit. Hold on, hold on. Let me roam around and find some treasure chests if that's a big mine. Mama, ne?Yoink.大した価値はなさそうね。Just around you. Right. I think I've done whatever I could do. Right. Let's have a nice little conversation with Mr. Oti Alfafa right over here.待たせたわね、オーディさん。話し合いを続けましょう。もう対策を練ったのですか、ジェイドさん。おや、トパーズさんは？トパーズには他の任務があるの。またすぐに会えるわ。今は話し合いを続けましょう。あなたと私の二人だけで。あ。私の気のせいでしょうか。先ほどまでとは随分と雰囲気が違うようですが。後輩の前ではいい手本を見せないといけないもの。交渉の場で無遠慮な口を聞くのは良くないでしょ。今なら腹を割って話せるわ。オーディ、知ってるかしら。過去十古白期において宇宙史上の変遷を経験した商人はあなただけではないのよ。面白い。これは面白くなってきましたな。腹を割って話すですか。いいでしょう。私は何でもオープンにするのが好きでしてね。次はどんな一手を打つおつもりなのか、ぜひとも聞かせていただきたい。残念だけど、私はチェックメイトしてから駒を動かす主義なの。結論から言いましょう。まず第一に、あなたの計画は実現できない。ピノコニーがカンパニーを介さずに上場するなんて絶対に不可能よ。第二に、あなたはカンパニーのピノコニーへの進出を止められない。私たちには時間と方法がいくらでもある。適切な突破口を見つけ、それを少しずつ広げて中を満たしていく。アスデナ星系は再びカンパニーの力を思い知ることになるでしょうね。あなたが言ったことそっくりそのまま返させてもらうわ。あなたのメンツを守るためにも、正式な会談で非難の的にならないようにするためにも、その絵空ごとのような計画は諦めた方がいい。
面白い、実に面白い。猫をかぶったお嬢さん、よくそこまで大口を叩けますね。いいでしょう。そちらが一体どんな手札を持っているのか見せてもらおうではありませんか。オーディさん、忘れないで、カンパニーは宇宙で最も大きな宣伝メディアを持っているの。つまり全宇宙のニュースネットワークの半数以上は私たちの代弁者ということ。あなたがピノコニーの株式公開の情報を流した次の瞬間、数億人もの視聴者が次のニュースを受信することになるわ。ファミリーによるピノコニーの保護は無効となった。無境の中で事故が起こった場合、永久的な脳死状態に陥る可能性がある。全銀河がピノコニーに注目している時に、この一つのメッセージだけで24システム時間以内にルーサン兵を価値のないものにする。それを実行する方法がカンパニーにはいくつあると思う？本当にそんなことができるとでも？私の無知は長いから、ピアポイントにいたとしても簡単にあなたの首を絞められるわ。でもその愚かな上場計画を中止するなら、カンパニーもあなたを筆頭とする投手たちの利益を損なわないと約束する。私たちにもアスデナの盟友が必要なの。カンパニーはピノコニーの資金調達を援助することができる。まずは株式の 30% を買い取ることから始めさせてもらうわ。私たちの資金が入ればピノコニーの安定と再建は一夜にして成し遂げられるでしょう。 30%、あなたたちが今以上に強欲にならないと誰が保証できるのです？それこそが全てのポイントなのよね。答えは誰にも保証できない。全ては自覚と尊重次第。少なくとも取締役会は投手たちのメンツに多少は配慮するはずよ。オーディさん、あなたは賢い。わざわざこんな大掛かりなゲームをしようと考えたのは、自分のビジネスの手腕を見せつけることでファミリーの利益を少しでも多くしたかったからではないの？ほどほどにしておいた方がお互いのためだけれど、それでもまだ足りないと思うなら、それは大方宴の星の影響力をさらに拡大させ、より多くの客を呼び込んでお金を使わせるというピノコニー上場のもう一つの目的があるからでしょ。もちろんその要求にも対応できる解決策を用意しているわ。いいでしょう。カンパニーの誠意は分かりました。ルーサン家の投資として拒む理由はありません。ただ、アイオーンを信仰する者として最後の答えをいただきたい。続けてちょうだい。私が子供だった頃、大人たちから古代琥珀期の話を聞きました。調和のシペは昇格し、秩序のエナは没したと。その昔、秩序と孫悟はとても近しい関係だった。カンパニーは琥珀の王の信徒でありながら、なぜ秩序の側に立たずファミリーとの協力を求めるのですか？その答えはあなたが思っているより単純かもしれないわ。信用ポイントよ。人々が何よりも愛する宇宙で唯一認められた恒常的価値を持つ通貨。カンパニーにはね、その価値が決して減少しないことを保証する力があるの。信用体系に新たな世界が加わるたびに、
宇宙平和の授業は一歩ずつ前へと進む。そして外貨、資本、貿易といったものが全て統一された通貨体系に組み込まれる。そうして全ての星の発展は帳簿に記録され、明確なものとなり、あらゆる概念は定義され、評価され、交換され、流通する。その中心にあるものこそ、クリフォトの信用なの。そしてカンパニーは全てを操れるようになるということですか。私たちは永遠の孫を築きたいだけよ。あなたも理解できるでしょ。一つの宇宙に二つの秩序は必要ないと。結構結構、いやー参りました。それでは教えていただけますかな、その解決策とやらが何なのか。私たちの考えていることが同じかどうか確かめてみようではありませんか。それじゃあさっきの話を続けましょう。トパーズ、飴を案内して差し上げて。ビッデュー、姫子、姫子。ご足労感謝するわ、姫子さん。オーディさん、こちらはピノコニーの未来の株主の一人、請求列車の姫子さんです。オーディ・アルファルファさん、お噂はかねがね、請求列車の代表としてお会いできて光栄だわ。はっはっは、やはりこちらの美しい女性が請求列車のナビゲーターでしたか。こちらこそお会いできて光栄です。提案の大まかな内容については皆さんすでに理解されていますよね。予定通りこの融資が終わったら、カンパニーはピノコニーの株式の 30% を保有しようと考えています。そしてそのうちの 5% を請求列車に譲渡した後、姫子さんを独立取締役として推薦します。これは今まで七死人たちが夢の地のために払った犠牲と貢献を称えるためのものと考えてください。まだ何も決まってないけれど、ここにいる皆さんが列車の開拓の道を認めてくれたのなら、これほど嬉しいことはないわね。七死人は名声や利益のために旅に出るわけじゃない。でもファミリーとカンパニーが望むのであれば、私たちも取締役としての責任を果たすつもりよ。乗員全員の評決を取って、請求列車はピノコニーの再建事業に協力することにしたの。それと今後の旅では、宴の星の美しい夢をより多くの世界に届けるために力を尽くすわ。もちろん全ての協力はある前提の上に成り立ってる。それはピノコニーが貫く調和の道が再びねじ曲げられることも、同じような悲劇が繰り返されることもないようにするということ。いいわね。 After the negotiations, get back to the hotel room and go over the meeting with Topaz. Life is but a drifting dream.Is it okay if I do a little bit of exploration before? Hop. Locked. Get upstairs. Wait, we already went up here with Topaz early on.
device over here. Where was it? Oh, must be my imagination. Screw it. Excuse me while I repair this. Let's try and solve this one. This is kind of hard. I told myself I'm supposed to focus on the main fucking magic. Treasure chest at the back. Am I? Odie が同意した以上、この件は片付いたようなものですね。残りの当主たちは、彼らもきっと状況を理解するでしょう。最後の質問をした時、オーディが代表していたのはルーサン家だけではなかったもの。
正式な会談はいつ開きますか？こちらで手配しておきます。あなたに任せるわ。これからの交渉も業務の引き継ぎも全部私は関わらないから。ジェイドさん、それは。この案件はもともとアベンチュリンが引き受けてきたもので、あなたは彼が指名したプロジェクトパートナーでしょ。あの子が遊びすぎなければ私が表に出てくる必要もなかった。違う？私が今日ここに来たのは一番難しい問題の解決を手伝うため。あなたならこの案件を上手にまとめられるわよね、エレーナちゃん。もちろんです。ダイヤモンドさんにも大丈夫だと伝えてください。安心して、ダイヤモンドはいつだって私たちのことを信頼しているわ。あなたの仕事ぶりも伝えておくから、そう遠くないうちに P45 に返り咲けるんじゃないかしら。それにしても貴重石号、本当に素敵な船。やるべき仕事も終わった今、私も自分の趣味のことを考えるべきね。この飛行艇でもボーンショップ翡翠を開くつもりですか？だってこんな機会は滅多にないもの。この船の客層を見てみなさい。彼らからならきっと価値ある宝物をたくさん手に入れられるわ。じゃあ質屋は店主がいないと開けないから、また後でね、トパーズ。ワンショップ。待ってください、ジェイドさん、もう一つ聞きたいことが。なら何かしら。あの無知ですが、あれはどこから情報を得たんですか？私が情報を見つけたんじゃなくて、情報が私を見つけたの。それは調和の未来を案じる少女から寄せられたものだった。ロビン？その代わりとして私も彼女のために何かしてあげる必要はあるけれど、それはまた後での話。私たちがピノコニーを去った後でも遅くはないわ。わかった？これが投資よ。チャンスの種は土の中に埋められていて、少し栄養を与えてあげれば根を張り芽吹く。私たちがすべきことは辛抱強く待つことなの。ちょうど私が待っている最後のゲストもそろそろこの船に乗ってくる。ファイナルゲスト？ファイアフライ？Firefly is boarding the ship as well? Oh, I see the trio. 思ったより簡単に潜入できた。ファミリーの警備って相変わらず甘いんだ。ここが貴重石号。本当に豪華だな。担保で願いを叶えてくれる質屋、そんな場所この船に本当にあるのかな。 Oh my goodness, did Jet baited a firefly? 噂が本当かどうか自分の目で確かめないと。 Please do not tell me Jet baited firefly。 伝説の貴重石号。
This kid is... map? Nope, they don't have that information. Crap. Oh, look. More treasure chests. Neat. 検査完了。見落としはないよ。俺は開拓者。一瞬でいなくなっちゃった。請求列車の人たちもここに来てるんだ。調和セレモニーが延期されてしまうなんてね。大丈夫だけど、警戒は怠らない。Let me explore a little bit longer. Robin? Robin? Ah. そうだ、もう一つあったわ。オーディさんと話し合って決めたの。ピノコニーに対する七死人の貢献に感謝してファミリーの名義で請求列車に贈り物をしようって。あなたたちもその準備を進めてくれるかしら。かしこまりました、ロビンさん。あの、あ、こんにちは、お嬢さん。どうかしましたか？質屋への行き方って知ってる？質屋、ああ、レディ翡翠の部屋のことですね。レディボネジ。確かに彼女は特別なサービスを提供していると聞いたことがあります。ああ、位置をあなたのデバイス上でマークしましたので確認してみてください。レディ翡翠、どこかで聞いたことがあるような。銀狼のところで聞いたんだったっけ。そういえば銀狼、天才クラブに行くって言って消えちゃったけど大丈夫かな。 OK Firefly, I hope you're done checking yourself up. Find the trailblazer on the Radiant Felt Sphere.もし俺が勝ったら、お前の宝箱は俺のものだ。Wow, his voice. 誰が賭けをすると言いました？俺が言った。元気いっぱい、相変わらずだな。ごめんね、私は先にレディ翡翠に会いに行かないといけないの。Going my way. Right. Encounter the Excel Express unexpectedly. As Firefly run into the express crew on the Radiant Felt Sphere. Okay. I'll grab that chest later. So, wait. Oh, I have to go downstairs?Puzzle comes later. Puzzle comes later. I need to focus on the main objective for now. I can do the puzzles later. Considering the fact that the puzzles are kind of difficult to deal with. Have I ever been to this area before? Oh wait, right. Okay. Talk with Lady Bonajay. It's Jade after all. Yep, I was right. ポーンショップ翡翠貴重石号支店へようこそ。お嬢さん、お名前は？
私のことはサミュエルって呼んで。サミュエル、素敵な名前ね。それで、I'm pretty sure Samuel is a guy name。 あなたは何を望むの？代わりに何を差し出せるのかしら？私は行きたいの。その願いが叶うなら、自分のすべてを担保に入れたって構わない。お、自分のすべて？うん、すべて。サミュエルさん、悪いけど帰ってもらえるかしら。あなたは質屋の定義を十分に理解してないみたいだから。お、どういう意味？文字通りの意味よ。あなたからは強い生存欲が感じられる。それは炎のように激しく強烈で、とてもじゃないけれど、あなたがそれと同等の価値のあるものを差し出せるとは思えない。そっか、やっぱり七草で願いを叶えてくれる質屋なんてただのインチキだったんだ。厳しい非難ね。あなたが理解できないのも無理はないわ。でも大丈夫、これから私がはっきりと理解させてあげるから、この人たちに会いに行きなさい。彼らは私の質屋に来たことがあるの。彼らの願いが叶ったのかどうか自分の目で確かめてみるといいわ。終わったらここに戻ってきてちょうだい。そしたら質屋の意味も、あなたに何が欠けているのかも分からせてあげる。あのレディー翡翠の雰囲気、質屋の店主っていうより貸金業者みたいだったな。どうせ今は他にやることもないし、彼女の言う通り周りを見て回ろう。 Right, let's keep going。身の程知らずの小娘め、また俺に彼を持ってきたのか。バカなこと言ってないでさっさと始めましょう。この一回の勝負で決める。私の全財産をかけるわ。わお、ずいぶん威勢がいいな。いいだろう、そこまで言うならお前の実力を見せてもらおう。カチン。はあ、 What? 折り紙バックラッシュ is a match tree battling game where you have to match and clear fruits within a certain number of moves and increase the 折り紙バック's combat power. At the end of the turn, the system will calculate damage based on the combat power difference. If the opponent's HP is reduced to zero,You win. Okay. Well, that was 本当に勝ったの easy。 バカ、ありえない。これまで俺に10連敗してる相手に、なんでこんな肝心なところで負けるんだ。本当だった、レディー翡翠は本物だった。捨てる神あれば拾う神あり。ついにスーパーギャンブラーステイシーの時代が来るのね。
check the leader status of Lady Bonajit's customer. まだ遊びたい。検査完了。見落としはないよ。Oh wait, see this way. Wow, that one balloon on there. There's no way I can reach that end, right? Absolutely no way. ずっと私を見ていて一生懸命理解しようとしてくれてたんだね。だからうん、付き合ってあげる。よかった、本当に願いが叶った。行こうドロシー、外に出て一緒に12の時の景色を見よう。うん、行こう。Okay, next. Oh, this area wasn't accessible early on. No. ねえ、見た。表にいるあの灰色の髪の人。変なものは見なくていいから。ほら、お酒飲んで。あの人、なんか情緒不安定そうだね。Dude, what on earth?違いではありません。奴を捕まえました。奴はピノコニーの太陽の時に隠れていました。身分を偽り、折り紙大学の教授になっていたのです。ファミリーとも話をつけました。身柄の引き渡しに関する手続きについては、そちらにお任せします。どうやって捕まえたか、ですか。高貴な方の助けを借りたのですよ。詳しくは聞かないでください。22年の奴を追いかけ、銀河の隅々まで走り回りました。まさか最後に、ここで、こんな形で。とりあえず切りますね。相棒、自分に乾杯しなければ。Walker hangs up the phone and a drop of fuel seeped out from his deep mental constructed eye socket. Those were the tears of an intelligent. あの人たちの願いは確かに叶ってる。
でも一体どうやって。まだよくわからない。担保って何を意味してるの。戻って聞いてみよう。戻ってきたのね、サミエルさん。うん、あなたが言ってた人たちを見つけたよ。ポーンショップ翡翠を訪れた後、あの人たちの願いは確かに叶ってた。でもあなたが私に何を見せたいのかいまいちわからないの。あの人たちはみんなすごく満足そうだったけど。焦らないで。これはただポーンショップ翡翠が本物であると信じてもらうためのものだから。次は彼らが支払った代償について教えてあげる。デルは裕福な家の子息でずっとドロシーに片思いしていたんだけど、なかなかうまくいかなかった。だから彼女の心を射止めるために私と取引したの。自分の全財産を担保に入れる代わりにドロシーを感動させる贈り物を手に入れるというね。カンパニーの情報網と人脈を使えば簡単なことだったわ。でもデルはすぐに部屋代を払えなくなって無境から追い出されることになる。その後の貧しい生活をどう乗り越えるかは彼の努力次第よ。あのネックレスが二人の愛をつなぎ止めることを祈るばかりね。ギャンブルが好きなステイシーは絶大な幸運を手に入れたいと願っていた。でも彼女には担保に入れられる財産が何もなかったから、私は別のものを受け取ったの。彼女の親密な関係、そのすべてを。Damn. ポーンショップ翡翠を出た瞬間から宇宙中のカジノはステイシーという名前を覚え、両親や兄弟は彼女との関係を断ち切った。彼女はもう本当の友人を作ることはできないでしょうね。Damn. 幸運によって無限の富を手に入れることはできても、それを大切な人に使うことはもう二度とできないのよ。ウォーカー刑事は20年もの間ずっと悪名高い犯罪者を捕まえようとしていたけれど、なかなか相手の行方をつかむことができずにいた。そうして絶望に暮れていた時、彼は私を見つけたの。彼が担保に入れたのは自分のストレージシステムよ。もうすぐ彼の刑事としての記憶は消去され、自分が誰であったのかもどんな犠牲を払ってきたのかも完全に忘れることになるわ。Wow. 面白い現象でしょ。私は彼らの願望を叶え恩恵を与え、その恩恵はさらに大きな願望を伴ってすぐに私の元に戻ってくる。人は他人の願望が叶うところを見たとき、自分も同等の願望を持つようになる。本当にキリがないほどの願望をね。でもいつか私はその渦の中から自分の望むものをすくい上げてみせる。私が一番得意なのは待つことなの。さあ、これで自分がどんな代償を支払うべきか分かった？サミュエルさん。それとも、こう呼んだ方がいいかしら。あち？グラモスの鉄器の生き残り。AR-26710。全然驚かないんだね。She knows of her former identity? あら、思ったより落ち着いてるわね。ロストエントロピー症候群なんて
本当に災難。そうでしょ？グラモス人は共和国最強の武器が他人の手に渡らないようにするために戦士たちの遺伝子を編集してそうした保険をかけた。その代価は敵機たちは人とみなされていなかったから当然代価なんてものも存在しないわよね。でもあなたは違う。今は性格ハンターであり蛍であり生きている生命体だもの。生きたいと思うのも当然でしょうけど、かつての早急戦線は滅び、この秘密を知り治療できる人ももういない。カンパニーならどうにかできるって言いたいの？希望がないわけじゃない。これ以上は言えないわ。なるほどね。だから私には当家の担保が出せないって言ったんだ。私自身の全てに意味がないから。あなたが求めているのは私が生きていくために仲間を鎖につなぐこと。残念だけどそういうわけでもないの。仲間、いい言い方ね。この言葉で性格ハンターにもっと興味が湧いたわ。あなたたちはそれぞれ特別な立場があって、その関係性も興味深い。とても密接で堅固でありながら個々の独立性を保っている。銃の赤心がダイヤモンドに従うように、あなたたちにもリーダーがいるんでしょ？それは一体どんな人物なのかしら。そして他の性格ハンターたちも終焉の運命を歩みながら運命とは逆の方向に進もうと躍起になっているのかしら。あ、とても興味があるわ。機会があればあなたたち全員に私の質屋に来てもらいたいわ。その日が来るまで辛抱強く待っているから。それはダイヤモンドがカンパニーに内緒で性格ハンターに出した招待状だと思っていいの？いいえ、できればカンパニーを代表するものでも戦略投資部を代表するものでもなく私個人からのお誘いだと考えてちょうだい。性格ハンターとカンパニーにはいろいろ接点があるけど、銃の赤心と関わったことはない。あなたの提案は伝える。でもその前に質問させて。私の正体を知ってるなら仲間がこの部屋を監視してる可能性があることも分かってるよね。彼女がその気になればほんの数秒でこの会話をピアポイント全体に公開できる。なのにどうして捨て駒になるリスクを背負ってまでダイヤモンドのためにそんなことをしようとするの？それはね、結局のところ私たちは同類だからよ。あ？でも性格ハンターや請求列車とは違って私たちが集まっているのはそれぞれ必要なものを手に入れるため。銃の赤心は10人とも異なる羊を持ち、それぞれに帰するところがある。その道のりの途中でダイヤモンドに誘われ彼と一緒に歩むことを決めたのよ。その道のりは短いかもしれないし長いかもしれない。私たちの心には穴が開いているから、それを埋めるために外部のものに頼り続けるしかないの。そしてダイヤモンドは約束してくれた。孫悟の指令の体験を10人に分け与え、その穴を奇跡で埋めてくれると肉体は弱くとも
我が心は輝く石のように固い。さもなくば孫悟の道は成り立たない。これで分かったかしら。これはただの誓いではなく、私たち10人が担保に入れたもの。その代わりに私たちはチャンス、財産、生存、未来を手に入れたの。それによって石心はより揺るぎないものとなった。そしていずれ訪れるであろう神々の戦いにおいて、孫悟の偉業を成し遂げるのよ。分かった。行きなさい、お嬢さん。すぐに答えを出す必要はないわ。さっきも言ったように、私が一番得意なのは待つことだから。もし運命が本当にそのページを開いたら、また会うことになるだろうね。でも残念ながら、この質屋は私の願いを叶えられない。私がピノコニーで最後にやろうとしていることも希望という形で終わることになる。レディ翡翠、担保として約束していたものを引き渡しに来ました。 And we now switch back to the two business ピノコニーの未来を決める会談、思ってたよりずっとスムーズにいったな。議論なんてほとんどしなかった。もうすぐ調和セレモニーの開会式が始まるし、会場に行ってみるか。この飛行艇にはお宝もたくさんあるな。収穫は上々だ。チェック5 different guests. Okay.お、Wood Hill and Aventrine。忘れない方がいいぜ。俺は一発であんたを仕留められるってこと。それは光栄だ。安心してくれ。僕が一番嫌いなのは賭け事でイカ様をすることだから。それならいい。おや、誰が来たかと思えば、請求列車の大英雄、ピノコニーで今最も輝く開拓者くんじゃないか。And speaking of which, did Woody got the information that he want? 久しぶりだな。今のはただの挨拶だよ。僕は君と心が通じ合っていればそれでいいんだ。まあいい。表に出せねえ話は一旦置いとくとしよう。調和セレモニーの雰囲気をぶち壊すわけにはいかねえからな。賛成。ところで開拓者君、調和セレモニーでファミリーが正式に列車に謝意を表明するって聞いたよ。すごいじゃないか。その場に立ち会えないのが本当に残念だ。What were you guys chatting about? そうだな。まあ、教えてやるか。Oh, there's your answer. 俺はオスワルド・シュナイダーっていうカンパニーの幹部と確執があるんだ。この派手な野郎はそいつを見つける手助けをしてくれるってわけさ。There's your answer. 市場開拓部と戦略投資部の確執については銀河中に知れ渡ってるけど、まさか巡回レンジャーまで関わってくるとはね。これから面白くなりそうだ。僕の任務はカンパニーが介入するための突破口を開くことだったからね。他のことはともかく、それに関してはそこそこうまくやれたと思ってる。君たちがドリームリーフに滞在してた時、実は僕も近くにいたんだ。
とある博学な友人のおかげもあってネタになりそうな情報をたくさん手に入れられたよ。エクロン、ただ一つ残念なのはあの指令が手加減ってものを知らなかったことかな。僕の体も長くは持たなかった。そうでなければもう少しスムーズにことを運べていたはずだ。I'd like to thank you for all your help in the battle, cowboy. 大したことじゃねえから気にすんな。悪い奴を懲らしめるのは一番大事なことだからな。俺らが手を出さねえようがおかしいだろ。今回のことがあって、俺ら巡回レンジャーもまた動き出した。これから先、あんたもいろんな巡視の同士に会うかもしんねえな。そん時はよろしく伝えておいてくれ。Right. Thank you. あんたも楽しめよ。ピノコニーの大英雄。僕は遠慮しておくけど、君は楽しんで。よかったらまた一緒に遊ぼう。Wait, there's four more? Oh, this is gonna be a long one.Oh, Dr. Ratio. Dr. Veritas Ratio. おや、君は宇宙ステーションヘルタでの活躍は覚えている。あれは旧大点だったな。道理であのギャンブラーが君のことを重視しているわけだ。I didn't know you were here too. 僕はカンパニーの使者の監督役として博識学会に派遣されてきたんだ。ただの教務担当の仕事の一環さ。ほら、もうすぐ調和セレモニーが始まるんだろう。せっかくの機会だ。行ってくるといい。適度に休息を挟まなければ知識もうまく吸収できないからな。I thought you were going to make me get my act together. そんな質問をするということは、学習の真の目的を全く理解できていないということだ。適度に休息を取り入れた方がいいという説には、科学的根拠がある。関連する論書は学術雑誌、星とともに第31467号の21ページを参考にするという。Oh, boy, this is...知識を吸収するのはより良い人生を送るためだ。学会のアホどものように本末転倒になってはいけない。Whatever, I'm out. 慎んでお断りさせてもらおう。Now, where's the third guest? Any more people that I need to talk to with? Oh.Oh, Topaz. Nice. Let's have a nice conversation with Topaz then. Are? 久しぶり。また会えたね。最近どう？Life is as wonderful as ever.だと思った。君たちオーク家を巻き込んで大仕事をやり遂げたんでしょ。その場にいられなかったのが残念。私がいればきっと君たちの力になれたのに。この船本当に賑やかでいいよね。いつか暇ができたら私もエコシップで盛大なパーティーを開こうと思ってるんだ。その時は君たちも招待するからね。I wanna ask you a question about the transform. 変身？何言ってるの？なあ、わかった。アベンチュリンの奇跡のことか。Yeah. 残念だけど、私の能力は彼ほどビジュアル系じゃないんだ。銃の石心の奇跡の能力はそれぞれ違うんだけど。
中には思考を読み取ったり相手の欲望を操ったりする人もいるから気をつけた方がいいよ。そう考えるとベロブルグではブローニャさんが間に合ってくれてよかった。あと少しでも遅かったら私たち友達になれてなかったかもしれないからね。 The irony that Topaz is the one that says Henshin instead of Firefly. Wait. Oh.いい感じだ。Didn't expect to talk to Jin over here. こんにちは、元気なお兄さん。ようこそ、ポーンショップ翡翠へ。あなたのお名前は？Should I be a dum dum? Let's go with dum dum. 問題ないわ。そう呼ばせてもらうわね。では、三月なのかさん、あなたの願いを聞かせてくれる？それを叶えるために何を差し出せるのかもね。These are so dumb.Let's go with number one. それがあなたの願いなの。Well? とても簡単で叶えやすそうな願いね。じゃあ次は代価についての話をしましょうか。No way. This is the end game already.そう緊張しないで。あなたの願いを叶えるために必要なものはとってもシンプルよ。それはある動物の尻尾。Is she asking for a raccoon? それは二足歩行する生物で、毛は黒く丸い頭に長い耳が生えているわ。雑食で少し情緒不安定。何より重要なのは人間の言葉を理解していてコミュニケーションが取れるというところね。その動物の尻尾を担保として持ってくればあなたの願いを叶えてあげる。What the hell? 縁があったらまた会いましょう、七し人さん。Right. One more guess. Robin?お気軽にお申し付けください。Let's hit to the second floor first. Because I have to look for one more guess. Oh, Argenti. That's how. Yeah.
it. So how do I head down? How do I head down? Right, let's have a nice conversation with Argenti then. またお会いしましたね、我が友。Even though I don't really like this guy. あなたは準備の道において僕以上の輝きを放っている。心から敬意を表します。You flatter me too much. なぜそんなことを言うのですか？準備は不公平を受け入れない。僕の言葉は全て心の底から素直に出てきたものだというのに。悪鳥を打ち砕いた偉業については聞きました。胸が痛くなるような話でしたが、あなたは間違いなく準備と正義を守り抜いた。ああ、イドリラ様があなたに微笑まんこと。Whatever. ありがとうございます。あなたにも準備のカゴがあらんことを。Right. Yeah. Ceremony はまだ始まらないし、少し休憩するか。また会ったね。Firefly. この声は。この前も見かけたけど、やっぱり人違いじゃなかったんだ。Yay.Show me? うん、ただ声をかける時間がなかったの。調和セレモニーが始まるまでまだ時間があるし、少し話さない。Yes! You walk and talk with Firefly, stopping in your tracks when more comes into view. 二つの殺人事件、カンパニーの使者との対決、七死人の道の伝承、アイオンに代わって楽園を作ろうとする秩序の残党、最後には美しい夢さえも打ち砕いた。波乱万丈の休暇だったんじゃない？よかったね。難しい問題を解決できて。でも、調和セレモニーが始まったら、また旅に出るんでしょ？ I don't know where our next destination will be.進むべき道はきっと見つかるよ。君たちは開拓の運命を歩む人たちなんだから。性格ハンターに入る前、エリオはこの旅が生きる方法を教えてくれるって言ってた。でも教えてくれたのはそれだけで、あとは私自身で探さないといけなかったんだ。だから私は生きていくのに必要な手がかりに注目してるの。今回のピノコニーの旅も同じだよ。Looks like you didn't get what you wanted this time. うん。最初は時計屋の謎に答えが隠されてると思ってたんだ。情けないことに方向性は間違えちゃったけど、いくつか得られたものもある。カンパニーの戦略投資部のジェイドさんって知ってる？ポーンショップ翡翠は彼女名義の資産なんだよ。それで彼女に取引を持ちかけられたんだけど。Did you take the deal? うん、そもそも彼女が欲しがってるのは私の答えじゃないからね。私はもちろん生きてたい。でも運命がそうさせてくれないの。だからその借りを返してほしいんだ。それを誰かに転嫁して第三者を巻き込むんじゃなくてね。だってこれは私個人と運命との問題だから。あ、そういえば
ずっと君にちゃんと謝らないとって思ってたんだ。その…アイリス家の役者の件で、どんなに小さな嘘でも人を傷つける裏切りには変わりないから、ごめんなさい。It's okay, Firefly. It's okay. あの時は緊急事態だったし、ちゃんと謝ったとは言えないよ。改めてごめんなさい。私が間違ってた。私にとっては正直に話すことより隠すことの方がずっと簡単なの。でも普通の人みたいに自分の心の声を表現できるか試してみたいとも思ってて。あの娘だ、かかれ。調和セレモニーが始まる前にあの指名手配犯を捕まえるんだ。あー、ダメッ。こんなとこまで追ってくるなんて。お別れの時間みたいだね。私のことは心配しないで、君はセレモニーに参加して。脚本の結末はまだ訪れてない。きっとまた会えるから。カチン。ホタル無事だといいけど。ま、あのハウンド二人が相手なら大丈夫か。ホタルのことは後でメッセージを送って確認するとして、今は調和セレモニーに参加しよう。Right. ここに座ろう。やるべきことは全部終わったけど、まだ時間はあるし、もう少し見て回ってみるか。まあいいか、もう十分見て回ったし、少し座って休もう。お、ファイフライ。It's me, Firefly. I've got it all handled. Don't worry, I didn't do anything rash. I've hidden myself away. It's a pity I won't be able to see Miss Robin perform. Aww. The face that she... The emoji that she made. So cute. Oh, and by the way, for those of you who are watching on YouTube, please bump up the quality as this will be rendered in 4K.Hopefully it looks good on your end. よかった。ホタルの心配はいらなそうだな。安心して開会式が始まるのを待とう。Sometime later. All people are going crazy over Robin.This is going to be a long one. ご来場の皆さん、ファミリーの皆さん、紳士淑女の皆さん、銀河各地からお越しの皆さん、こうして皆さんと顔を合わせ、今琥珀期におけるピノコニー最大の式典調和セレモニーを迎えられることをとても嬉しく思います。まずはじめにピノコニーのファミリー並びに五大クランを代表して、そして私個人としてもご来賓の皆さんを心より歓迎いたします。 Yep, that's definitely the real Robin for sure. 皆さんもお気づきかと思いますが、今回の調和セレモニーはこれまでとは違い、各クランの努力によりかつてない規模となっており、銀河中の勢力が招待されています。それだけではありません。前回まではピノコニー大劇場で行われていた開会式も、貴重石号すなわち皆さんが今いるこの飛行艇に舞台を移しました。ではここでルーサン家当主のオーディ・アルファルファによる調和の活動への無視の奉仕に対して、一緒に温かい拍手と心からの感謝を送りましょう。
今回のセレモニーはなぜこれほどまでに特別な意味を持つのでしょうか。ご存知の通り、貴重石号は美しい夢の異変により航行を中止せざるを得なくなり、一時は12の時で話題をさらいました。しかしピノコニー内外の人々が力を合わせたことにより、私たちはついに無境を正常な状態に戻すことができたのです。調和セレモニー開催が重なったのはまさに二重の喜び。貴重石号の再出航にも新たな意味が与えられました。そして最後にもう一つ理由があります。皆さん、時計屋のことは覚えていますか。実はファミリーが今回のセレモニーのために力を尽くしたのは、この伝説的な人物を記念するためだったのです。ピノコニーの父、ラグウォーク・シャール・ミハイル、そう、ピノコニーの礎を築いた伝説の七種人の一人を。宴の星が混乱の最中にあった時代、彼は仲間と共に空からやってくると、開拓を通じて私たちに自由の在りかを教えてくれました。また彼らは無境の開拓でも先頭に立ち、今日の調和の楽園を築いてくれたのです。ピノコニーが今日の輝きを手に入れられたのも、時計屋が私たちの心の奥底に植えた開拓の精神があったから。この開拓の精神があるからこそ、私たちは使命を果たし、調和をより多くの人々に広めることができるのです。聞いてて気分がいいね。さすがうちら。 Well, Robin is paying respect to Mihail after all. He haven't even been mentioned yet, buddy. もう、請求列車は先輩後輩みんなが家族みたいなもんなの？そこを分ける必要なんてないじゃん。今回美しい夢が正常に戻ったのも、開拓の大いなる助けがあったからに他なりません。請求列車の皆さんがいなければ、この調和セレモニーも無事に開催できなかったことでしょう。そこで五大クランの全会一致を得て、ピノコニーのファミリーは全銀河のファミリーのメンバーを代表して七種人の皆さんに贈り物をすることに決めました。おお、いよいよかな。貴重石号の所有権を請求列車に譲渡いたします。わお、ほんの気持ちにすぎませんが、どうぞお受け取りください。 Well, that's huge. さあ皆さん、勇敢で恐れ知らずの七種人たちに盛大な拍手と喝采を。Oh, and people are cheering on the X2 Express. それでは一緒に乾杯しましょう。調和、開拓、ピノコニーと銀河の未来、そして心よく協力してくださったルーサン家当主オーディアルファルファさんに乾杯。乾杯。お、カチン。おお、あんな決定を下せるとは、あの小鳥も兄に負けていませんな。でもアシゲちゃん、誰か忘れてない？この船に爆弾仕掛けたんだ。スパッカー、ユジェザベル。見てごらん。いつの間にこんなものが。キー、こんなたくさんの爆弾が、よりによってこんな時に伏線回収されるなんてな。俺一人じゃ絶対間に合わない。グループチャットでみんなに知らせないと。スパッカー、ユパリプーパー。
you piece of... Sparkle, you piece of shit, bitch! Damn you, Sparkle. Damn you. You potty pooping piece of shit, bitch. Thank goodness everyone is. Jumbi wa dekita. Chizu wo tekakari ni bakudan wo sagasou. Okay. There's like 999? Are you fucking serious? Five of the 999? Okay. I heard that. Okay, found one. This Firmodol is a spark. According to the book, compilation of Sparkle Pokemon in modern and contemporary times, the term Firmodol was first coined in 2005 AE of the Sparkle Planet in the Sparkle Star system. Its original meaning is fluffy. Nowadays, it's accepted on Sparkle Planet open to use Firmodol specifically to refer to plush dolls. In other words, Firmodol translates to fluffy doll. It may sound particular, but considering its Sparkle origin, it actually makes lots of sense. The Firmodol is staring right at you. Buddy, just disable the fucking bomb already. Which means there is no need to bother it anymore. It makes both you and the dog appear rather pitiful. It's best to probably put an end to this farce. Okay. There's progress with the bomb situation. I've got good news and bad news. Which one you like first? Bad news. The bad... 131 bombs. None of them are real bombs. Scotty was intentional. Kono Choshi de Gambaro. Okay. One round here. Oh, what the hell?
great gray hair little one. So am I great or little? Don't you fucking dare! Don't you fucking dare! What the? Where's three you? You done? A mere toy equipped with a remote speaker. Anyhow, so that's two. Wait, scratch that. Dagum, Bubabu, I give up. I found 217, the talking dolls. And that's after I got help from the hounds and then with the plaster head. Who knows when we find them all, we can leave them for ourselves. Okay, so we found 350. Here's another one. Bullshit! I just need that bomb in your hands. You done yapping a bit already? Damn you, Sparkle. Damn you. Damn you! You piece of shit, Jezebel. Alright, status update. Okay, there's another 145. So there's a total of 496. So I already found this one right over here. How do I head to this other two?
翡翠。This one。こんにちは、親愛なる役者さん。私のことは監督の人形と呼んでくれたまえ。これは映画のエンドロールでよく使っている通称なんだ。君は知らないかもしれないが、実は今回のピノコニーの騒動を演出したのは私なのだよ。このドラマの主役として今はどんな気持ちだね。遠慮なく言ってくれ。まあ実際にはストーリー上の制約があり、今の君は一言しか話せないから自由に喋りたいという衝動はできるだけ抑えてもらいたいのだが、I'm gonna rip and tear you apart. According to the screen, who are you, Elio?私のたわごとで時間を無駄にした君は後悔しながら私と別れることになる。しかし悲しむことはない。君には素敵なプレゼントを用意した。夢の泡だ。これには私と美しいメモキーパーの精子をかけた物語が記録されている。まだ見たことがないなら早くドクターエドワードに会いに行くといい。 Like I give a shit.And I'm pretty sure she's talking about the memory dream box that Iri went through months ago. $329, but no bond. Though I dropped this update with you guys. Holy fucking shirt balls! This is gonna be a killer. $826. God damn it.Okay, maybe a lag frame over there. It's idle over here. Wait. Wait.You're disguising as a fucking origami doll. Peculiar doll flicks its twin ponytails and vanishes into the sky of dreamscape, a sight much more thrilling than an origami bird. As for the golden sparkle tree, forget about it. Most likely just some random border dash that Sparkle made up. We found the remaining 132 dolls, but they're also just dolls. What's going on? They're clearly pulling a fast one on us.Why are you here again? You piece of...
You went from 100. Wait. Yeah. もう時間がない。間に合うといいんだけど。I have a feeling it's on the other side of the. It's on the other side of the ship lane or whichever you want to call it. And I believe that's where we will meet Firefly. Don't bother. Right, let me find a way ahead. Let me find a way down. I should expect Firefly. Yeah! ホタルか。28分45秒。わ、来た。 Possible situation。 君たちもメッセージを受け取ったんだね。君がここに現れたってことは、簡単に説明するね。今から30分くらい前に私のとこに発信者不明のメッセージが届いて、すぐに駆けつけたの。27分52秒、27分51秒。美しい夢は秩序の庇護を失ってるから、ここであれが爆発したら大変なことになる。時間をかけて調べたんだけど、あの爆弾は特殊な構造をしてて、何か不思議な運命の力でロックがかかってるみたい。オー、クラップ。多分作った人以外には解除できないんだろうね。You can't be serious. Mommy, I don't wanna die. It is not the right time to say those words, okay? Then we just have to find that person. それは難しいんじゃないかな。時間は限られてるし、彼女はすぐ変装しちゃうから。I have no time for trolling, guys. I'm sorry. 素直に従うはずないよ。 Is there another way? 実は全く方法がないわけでもないの。覚えてる？脚本には私が夢の地で3回の死を経験するって書いてあったこと。いや、多分だけど、これが3回目の前兆なんだと思う。What? Okay. What's your plan? もう知ってるかもしれないけど、私は生まれつき夢を見られないの。夢に入る時も性格ハンターの特別な手段を使ってる。そのおかげで私には他の夢追い人にはできないことができるんだ。奥室の重圧が与える苦痛に耐えることができれば、美しい夢の外にある原始の記憶域に潜り込める。そうすれば貴重石号に活路を開いてあげられる。あの爆弾を無境の奥深く、できる限り深い人のいない場所へ持っていく。そうすれば誰も傷つかずに済む。What about you? Simpai Schneider. Firefly の走行なら、カウントダウンが終わるまでに私をその場所に運べるはずだから。それどころか、無事に戻ってくることだってできるかも。今のところ、これが最善かつ最も合理的な選択肢なの。だって、この長い物語の最後はハッピーエンドになるはずだから。
いい言葉を教えてあげる。いわゆる不可能と呼ばれるものはまだ訪れていないだけのことだ。ヨミさんから教えてもらったんだ。今ありえないことがたくさん起こってるけど、そういうのって本当にありえないことなのかな。私はね、ただそのありえないが否定される瞬間がまだ来てないだけだと思うんだ。文字通りの終わりだろうと、死のような苦痛だろうと、危険極まりない死地だろうと、定められた終点に着くまでそれらに違いはない。だから私はまだたくさんの選択ができる。それに私も信じてるの。私たちが選択をした瞬間、心の中ではもう結果が決まってるんだって。運命が私たちを作るんじゃなくて、私たちが運命を作るんだよ。請求列車と性格ハンターは光と影、異なる道を行き絡み合い、一緒に進んで成長する。終わりが決まっていても、それは今じゃない。ちょっと順調すぎるので、カウントダウンを早めます。スパッカー、 you piece of shit! How dare you! 人生は短い。だからもし答えが出てるなら、絶対に悔いを残さないで。私たちにはその権利がある。そんなに心配なの？もっと近くで見たら？おい！この夢の地では全てが許され、全てが可能になる。私たちはそれぞれの目的を持ってここに来て、思わぬ方法でそれを実現した。その結末が甘味であれ、幻であれ、現実的なものであれ、それは私たちが望んだ答え。人はなぜ眠ることを選ぶのか。Wait! Oh my god! 私はね、君の言う通り、いずれ夢から覚めるためだと思う。What the hell was that?I'm at a loss. What the hell was that all about? Buddy! 私がここに来た時、ちょうど一人の子供がそれを抱えていた。その花は時計屋と、彼が生涯思い続けていた戦友のためにジェシーおばさんが用意してくれたのだと彼は言っていた。ミハイルは毎年ここに二つの花束を置いていたそうだ。そして彼がいなくなった後、それは三つになった。あなたの願いはずっと誰かが覚えている。望んでいた通り、今ピノコニーの長い夜は明けた。前途は必ずしも順風満帆ではないかもしれないが、人々は自由へ向かって進む覚悟ができている。ピエルナ、これでもう帰れるだろう。Right, because I currently got the TN9 in the last story quest. Oh. でも出発する前に、
まだ最後の仕事が残っているわ。光栄だな。これまでにも私は多くの別れを経験してきたが、今回こうしてあなたたちと笑顔で別れることができて嬉しい。だが出発する前に、過去の七死人にいろいろと言いたいことがあるんじゃないか。死者の物語に完璧なピリオドを打つことは何よりの慰めになる。彼らはここにいる。さあ行くといい。おお。Right. First of all, stranger in a strange land. 最初に車掌さんからのお願いを聞いたときは正直びっくりしたんだよね。七死人は開拓の人間で、いいことをしても名を残さない。時間だってかなり経ってるし、こんな広いピノコニーでどうやって三人の行方を突き止めればいいんだろうって思ってた。でも今は夢の地では本当にできないことなんてないんだなって思ってるよ。歴史は死者の名を残さないかもしれないが、星々は彼らの足跡を見届けている。長い夜に訪れる最初の光は往々にして何も照らすことができない。それが一瞬で消えてしまうのに対して夜はあまりにも長いからな。だがそれによって人々は知ることになる。夜空にいつも光るものがあったとしたら、星が一つ落ちた後には無数の流星が空を横切ることになると。A toast. ブルックリン・ティエルナ、ラザリナ・ジェーン・エスデラ、レールを敷いた開拓者たち、もう二度と沈黙しない歴史、ほとばしる情熱と勇気、そして星々への旅路に敬意を表して。All right, Gallagher. この彫像、前はなかったよね。これがギャラガーが私たちに残した最後の謎みたいね。結局私たちはギャラガーの正体を知らないばかりか、彼が生きている人間かどうかすら判断できなかった。なんていうか、あのおじさんさすが虚構歴史学者って感じだよね。そういえばあの人フィルムランドで自分は13歳だって言ってたけど、もしかして別の意味があったりするのかな。でも全部謎で説明するのは、少なくともうちらがピノコニーで一緒に過ごした時間と、この土地に対するあの人の忠誠と愛情もきっと本物だよね。A toast to Gallagher. ギャラガーと眠れるハウンド、宴への招待書、すべての嘘、それから唯一の真実に敬意を表して。また会うことがあったら、今度はあんまり謎めいたこと言わないでよね。And now, we say goodbye to Mika. Or should I say, Mikhail? あんたたち、oh. もうピノコニーを離れるのか。すまないな、sorry。別れを言いに来るのが遅くなって。何言ってんだ。あんたたちは時計屋のために多めのことをしてくれた。ろくな礼はできないが、せめてドリームリーフを代表して
七死人一行に一杯捧げさせてくれ。ドリームリーフの人々はこれからどうなる？多分ここに残るだろう。目を覚ましていることに慣れてる人が目を閉じて暗闇の中で生きていくのは難しいからな。秩序が消えた後、誰かがこの原始の記憶域を見守る必要がある。ピノコニーの夜は長く、まだ全員が安心して眠れるような状況じゃない。向こうの美しい夢については、あれがなくても俺たちは今まで生きてきた。そうだろ？トースト。ミカさんとドリームリーフの住民たち、長い夢の森人、忍耐の歳月、数々の悲しい夜、そしていつか訪れる夜明けに敬意を表して。 And now we release, we say goodbye to Mikhail from you. 結局またここに戻ってきたわね。この開拓の旅はあんたとドアボーイの出会いから始まって、途中いろいろなことがあって、また最初のスタート地点に戻ってきた。まるで時計の針が何度回っても、一日の始まりと終わりがいつも前に進む12時になるかのように。多くを語る必要はないわね。この物語はあんたから始まったんだから、あんたで終わるべきだわ。そして次のページをめくりましょう。ラグウォーク・シャール・ミハイル、夢の地の時計屋、請求列車の七死人、ピノコニーの過去、現在、未来、そして死ぬまで変わらない夢に敬意を表して。これでうちらの七死人としての使命は終わりだよね。開拓は人々に方向を示すことができるが、世界の運命は最終的にそこに住む人たちに委ねるべきだからな。きっとミハイルはこの日を見届けたかったんだろうな。ミツキちゃん、どうかした？ちょっと変な感じがするだけ。これまでも似たような感じがしたことはあったんだけど、今回は少し強い気がする。言ってみろ。もしかしたらみんなも同じことを考えているかもしれない。つい考えちゃうの。ミハイルもティエルナンもラザニナも長い人生の中でたくさんの物語を経験してきたんだなって。三人にも若かった時があって、うちらみたいにぶつかり合ったり騒ぎ合ったりしてたんだよね。仲間、ライバル、旅、冒険、悲しい思い出、楽しい思い出、うちらが慣れ親しんでる毎日を同じように経験してる。でもそれも全部過去のことなんだよね。You're awfully sentimental today. 珍しく真剣になってるんだから、少しは合わせてくれたっていいじゃん。例えばだけど、本を読んでる時、登場人物が次々と困難にあって、最後も後悔でいっぱいの結末を迎えたら複雑な気持ちにならない？You won't be affected as long as you don't live vicariously to them. そう？でもうちは登場人物たちの人生の細かいとこまで見てると、その人たちのことを特別だと思っちゃうんだよね。だから現実的じゃなくても合理的じゃなくても、結末が訪れるとしたらそれはハッピーエンドであってほしいの。
でも、もし彼らが、それとうちらが、そんなに特別じゃなかったとしたら？ミハイルがこの椅子に座って、毎日毎日請求列車が来るのを待ってた時、あの人は何を思ってたのかな？あの人が人生の最後に、自分は後悔してないって、きっぱり言えたんだとしたら。今うちらの心にあるこの後悔は一体何なの？そうね、私たちはみんなその問いの答えを探してるんじゃないかしら。銀河は広く、生命は小さい。開拓の足跡は止まることはないけど、宇宙という尺度で見れば、普通の人は一生をかけてもわずかな距離しか進めない。でもそんな短い道のりがつながり合うことで、無数の世界を結びつけることができるの。宇宙はレールに枕木を残した人たちのことを覚えてないかもしれないけど、私たちは覚えてるでしょ。私たちが覚えている限り、彼らの物語は終わらないわ。ミハイルが私たちに残したものは、この問いに対する彼の答えなの。それは完璧ではないかもしれないけど、激動の人生を送った過去の七死人が、人生の最後に心からの笑顔になれるものなのよ。一方でその意味は後に続く私たちが解釈することになるんだけどね。重要なのは答えじゃなくて、他の人の答えからうちらが何を得られるかってこと？ええ、それが開拓よ。ごめんね、なんか重い雰囲気にしちゃって。ほらタンコ、なんか寒いジョークでも言って空気を和らげて。おい、今から先のことを考えるのは決して悪いことじゃない。いつかは俺たちも別れに向き合うことになるだろうからな。だが、それまでは長い道のりを共に歩んでいくことになる。そうね。そして今、一番大事なのは、ピノコニーでの体験を車掌に伝えることよ。それから準備を整えて、開拓の次の目的地に出発しましょう。そろそろ列車に戻らないと。でも、その前にヨミと最後のお別れをしてこようかな。ああ。Let's say goodbye to Akron. Cause why not, right? Yeah. And speaking of which, right? What's with Sparkle, doing all of that? Is she like trying to give, the Trailblazer and Firefly a moment? I don't get it. But it was a good moment though, still. Pinocchio に来たばかりの頃のことを覚えているか？ Mm-hmm. あの時は私たちの旅がこんな形で交錯することになるとは誰も思っていなかった。So, who exactly are you? そういえば、まだちゃんと自己紹介もしていなかったな。簡単に言うと、私は虚無の呪いを受けた自滅者だ。私の故郷は、遥か昔に、大いなる災厄に見舞われ、世界そのものが、その影の下で消滅した。自滅の結末に抗うため、私は旅に出て虚無を断ち切る方法を探していたんだ。うん。そして長い探索の末、私の探し求める場所は現実と虚無を隔てるブラックネットの奥深くにあると確信した。そこには
大宮機関という秘密が隠されている。いつの日か私はきっとそこにたどり着くだろう。Wie weiß dein? Will we meet again? いや、旅の目的からしてこの広大な銀河で私たちが再び交わることはおそらく難しいだろう。Oh, come on. だが開拓の先には未知が広がっていて、私の刀は運命を断ち切れるほどに鋭い。お互いに旅に出た時の初心を持ち続けていれば、いつか再会できる日は来るはずだ。And I hope we'll meet again. ああ、そういえば失礼を詫びなければならないな。初めて会った時のことを覚えているか？あの時あなたは古い友人を彷彿とさせると言っただろう。いや、自滅の呪いのせいで私の記憶は断片的に剥がれ落ち、過去がぼやけているんだ。So that's why you... だが、so that's why... しばらく一緒に歩んだことで確信できた。あの時のぼんやりとした感覚はただの錯覚で、私たちは本当に初めて出会ったのだと。What if that wasn't an illusion? それはどういう意味だ？あなたが私の過去と関係があるはずがない。そこに遡る術はなく、ただの虚無しか残っていないのだから。I think I might see someone like you. そうか。あなたも似たような経験があるのか。それなら、その記憶の中の誰かと私が同一人物でないことも分かっているはずだ。I have a feeling that this is a reference to Honkai Impact. Feel free to comment down below.But some things will never change. Oh my god, the smile. 遠い昔、私にもあなたと同じようにかけがえのない仲間がいたんだ。共に旅に出て、正しい時期に正しい選択をしたつもりだったが、それでも正しい結果を得ることはできなかった。だが、この光景は彼らがまだここにいるかのように感じさせてくれる。この宇宙には似て非なる世界が無数にあり、似て非なる人が無数にいる。私も孤独な旅をしてきた。見知らぬ星で旧友と出会い、彼らの姿に自分の過去を重ねたこともある。あなたにとってこのような懐かしさは何を意味する？ Perhaps some sort of sentimental attachment?未練、願望、思い、どれも正しいかもしれないが、いずれも完全な答えではない。それは外的なものではなく、私たち自身から来ているもの。過去のある時点から時を超えてきた感情だ。それは温かくて楽しいものかもしれないし、辛くて悲しいものかもしれない。だが過去を振り返ってみた時、そこにはいつも小さいながら忘れがたい瞬間と、その中で永遠に変わらないものが残っているものだ。それらは私たちの人生のまとめであり、その時間における私たちの縮図、そして共に歩んできた道の証でもある。私たちはそこから自分自身を見つめ、そして存在することができる。
この物語に登場する人たちは皆、自らの人生の意味を宿す者のために勇敢に運命の道を突き進むんだ。さあ、振り返ることなく行くがいい。開拓進行形を歩む七死人、すでに結末が決まっていたとしても構うことはない。人には変えられないことがたくさんある。だが、その前に、結末に向かうまでにできることもたくさんあるんだ。そして、結末はそれによって全く異なる意味合いを見せる。それこそが旅の意味だ。旅で得られる美しいものは今も昔も変わらない。そして私は信じている。私たちが太陽の下で再会するまで、それは虚無の果てで栄えている。と、美月の慰め方は本当に古臭いな。横で黙って見てるだけよりマシだと思うけど。 What happened? Wait, is Marsh speaking on Pom Pom again? そんなわけないでしょ。ふざけてないで、あんたもパムを慰めてあげてよ。今回の冒険について話したら急に泣き出しちゃったの。パムがこんなに悲しんでるとこ初めて見た。I'm pretty sure it must be said that Mihail and the others passed away. Just what? ただ怒っとるだけじゃ。そう、怒っておるのだ。あ？いつもいつも列車がどこかに停車するたびバカ騒ぎしおって、俺が予定した発車時刻など誰も守ろうとせん。このままでは列車の燃料が尽きてしまうぞ。そう、俺は怒っとるだけじゃ。ミーシャ、ティエルナン、ラザリナたちのことなんか全然。 You're just hiding It's just being dishonest。大丈夫。泣きたいだけ泣きなさい、パム。みんな、隣の車両で少し休んでいてもらえる？心配しないで。パムには私がついてるから。でも。行こう、ミツキ。Yeah, let's go. Speaking of which, we haven't said our farewells to the rest of the guys from Panacone, right? パムがあんな反応するなんて。パムにとってあの3人の七死人はとても大切な仲間だったんだろうな。パムがいつから列車に乗っているのかは誰も知らないが、これまでの長い旅で俺たちには想像もできないほど多くの出会いと別れを繰り返してきたはずだ。あんな風に声を上げて泣けるのはむしろいいことだと俺は思う。長い歳月が経った今でもパムが列車に乗った七死人たちのこと、そして彼らと共に過ごした時間をとても大切にしている証拠だからな。慰めるのは姫子に任せよう。この列車で彼女ほど人を導くのが上手い人はいない。さっきのパムは感情的になっていたが、その言葉もあながち間違いではない。君が列車に加わってからというもの、それぞれの目的地で予定よりも長く停車するようになった。誰一人として欠けさせないために、パムは何度も跳躍のスケジュールを延期せざるを得なかったんだ。
なるほど。だからパムはいつも廊下を不安そうに歩き回っていたのか。車掌さん、うちらのためにずっと黙々と頑張ってくれてたんだね。一般的な乗り物と違って、請求列車は開拓を行うたびにそれを運行のエネルギーに変換する。理想的な状況なら、開拓の旅が途切れない限り列車は絶えず動力を得て永久機関のように進み続けることができるんだ。だがこれまでのこともあって、燃料の消費ペースが想定を上回っている。このままだとあと2回の跳躍が限界だろうな。2回、それってかなりヤバくない？また宇宙を漂う氷に戻るなんてやだよ。At least you've been an adorable ice cube. そう言われると、そこまで悲惨じゃないように聞こえるかも。Really? また宇宙を漂う美少女氷に戻るなんてやだよ。つまり、次の目的地を選ぶときは、その点も考慮しなければならないというわけだな。ああ、製図を確認したが、比較的近くにある世界は、海洋惑星ルサカとアゲートの世界メルスタインだ。メルスタニン。どちらを目的地にするかはやはり投票で決める必要があるが。あるいは私の提案を聞いてみない？ Next one? また会ったわね。あんた、なんでうちの部屋から？部屋の主と同じくらい可愛らしいお部屋だったわ、美月さん。What are you doing here? メモキーパー、君がどうやって列車に乗り込んだかはともかくとして、今言った提案というのは、列車が燃料を得る方法について偶然聞いてしまったの。本当はちゃんと話をして協力関係を築けるかどうか見極めたかったのだけど、今の状況を考えると、私の提案はあなたたちにとって救いの手になるかもしれない。OK。 言いたいことがあるならはっきり言ったらどうだ。内容によっては列車から降りてもらうかもしれないが。不朽の光栄、本当に魅力的な竜ね。特にその曖昧ではっきりとしない記憶が。本題に入りましょう。請求列車が今エンジンに動力を補充するために特別な開拓の旅をしなければならないのなら、考えたことはある？この旅の目的地は、あの名高いアキビリですら到達したことのない世界かもしれないと。あなたたちが宇宙に新たなレールを敷くことができれば、列車は二度とエネルギーの心配をしなくてよくなるでしょうね。アキビリですら行ったことない世界を開拓する、そんなこと本当にできるの？話を続けてくれ、メモキーパー。その目的地というのは一体どんな世界なんだ？宇宙の大多数の人が存在を知らない世界、外部からは観測することすら難しい、ガーデンの鏡にしか映らない世界。三重の運命によって縛られ、運命を予測できない世界。永遠の地、オンパロス。 And for use? What? 会いに来るのが遅くなってしまったかしら。あなたが来るとは意外ですね。サンディ、ファミリーがどれだけ警備を固めているか、あなたをここから連れ出すのがどれほど難しいか知らないでしょう。Molly's gonna lose her mind when she sees this. どうやら
私の番が来たようですね。何を言っているのかよくわからないわ。あなたの番？交渉、尋問、あるいは徹底的な死刑。私の末路はあなた次第です、レディ翡翠。なぜ今になって死にゆく者に口を開く機会を与えるような素振りを見せるのですか。祭壇から転げ落ちてもその態度は変わらないのね。あなたの元気な姿を見られて嬉しいわ。そのような謎めいた言葉で私の尊厳を傷つけるのはやめていただきたい。わざわざ会いに来たのは己の悪意に満ちた虚栄心を満たすためなのですか。そんなわけないでしょう。私が来たのはあなたの妹の願いを叶えられる素晴らしい取引を提案するため。受け入れるかどうかはあなた次第だけど。ロビンの誰もが平和を享受できる真の楽園を築く、これがあなたたち兄弟の約束だったわよね。その約束を果たせるチャンスがまだあると言ったら、私と話してくれる気になるかしら。Oh, Jade is gonna take something from Sandy in exchange for sure. これがとても重い質問だということは分かっているから、すぐに答える必要はないわ。行きなさい。あなたは自由よ。己の本分を超えようとした神に選ばれし者。その翼を折り、俗世を訪れ、大地を歩き、この世界の真の姿を見てくるの。あなたたちの慈悲などいりません。言ったでしょ、これは取引だって。それに今すぐ答える必要はない。収穫は一夜にして得られるものではないもの。私が一番得意なのは待つことなの。夜は長く、美しい夢はまだ続いている。ゆっくり考える時間はあるわ。あ、最後にもう一つ言葉を送ってあげる。経験者からの忠告としてね。人生は辛く短い、好機を失することなかれ。And that's the end of Hanakoni Arc. I kind of wish we know what happened to the rest of the guys though. It's kind of a little bit anticlimactic that we only say farewell to Akron in the end. Kinda wish we say goodbye to the likes of Robin, Firefly, Aventurine and whatnot. But whatever. It kinda feels a little bit anticlimactic to be real. But then again, the writers literally said that this is the end of Hanakoni Arc. But still, from the look of things on the last cutscene, right, it's very likely that this will be the this is not the last time we will be seeing Sunday, as it's confirmed that he's still alive. But what will happen to him? Only time will tell. Oh, visitor verification book here. Robin? This Jezebel is also a visitor? Black Swan, okay. Please tell me if Firefly is in this. Argenti, okay.
Fireflies, Nani? Are you fucking serious?